ローマ軍は騎馬隊を要請したことがない。ほとんどの騎馬兵はローマの統治領、特にガリアから集められていた。ブリタニアにも騎馬兵がいて、ガリアでは2世紀も前に廃止された二頭立て馬車を戦車として使っていた。しかし決して時代遅れではなく、塔の編み込みや革を張った木製の馬車で、当時の記録や復元模型からも分かるように、戦士の乗るデッキも安定していた。カエサルはこのように書き残している。ブリタニア兵は槍を投げながら走り回る。大抵の場合、敵は疾走する馬の足音と車輪の音に恐ろしくなって混乱してしまう。しかしカエサルは平地での彼らは敵ではないと見抜いていた。この分析はクラウディウスの兵士たちにも受け継がれている。ブリトン人が侵略者に対抗するには、丘の上で砦を守るか、ゲリラ戦に持ち込むしかないのである。ブリトン人たちがローマ軍の侵攻に対抗する一番いい方法は、知り尽くした地形を利用することです。つまり森や沼地、また川の流れなどについての知識を最大限に利用するのが有利な戦い方です。ローマ軍はブリタニアの地形は分からないわけですから、侵攻を妨げたり待ち伏せをしたりすることが可能になります。このようなやり方ならローマ軍の一斉攻撃を避けることができます。全部族がまとまって長期のゲリラ戦に持ち込むのです。そうすればブリトン人にもチャンスはあります。しかしそのためには全部族の合意を取り付けなければなりませんし、各王国の中心となる町をローマ軍に明け渡すことになるわけで、大きな犠牲を払うことになります。迎え撃つ側にとっては予想外に大きな代償でしょう。ブリトン人にとって最大の守りは海であったはずだが、ローマ軍に対しては効果がなかった。クラウディウスが海に精通したプラウティウスを遠征の責任者にしたからである。プラウティウスは北部から4軍団を集めた。自分の前任地であったパンノニアから第9ヒスパナ軍を、ライン川から第20ウアレリア軍と第14ゲミナ軍を、ローヌ川から第2アウグスタ軍という合計4軍団である。これらレギオン兵士の総数は2万人になったであろう。さらに補助部隊も5000人の騎馬隊を含めてレギオンとほぼ同数になったと思われる。さらに召使いや馬蹄、輸送隊で働く二役などの5000人が加わり、人数の総数は4万人となる。そこへさらに荷馬車用の馬、ロバ5000頭が加わる。これだけの軍団を運ぶには、人間を運ぶ船、馬を運ぶ船、船団を敵の攻撃から守るためのガレー船など、総数でおよそ1000隻の船が必要となる。敵の攻撃を受けることもなく、ケントの北部、おそらくはリッチボローに到着した。ブリトン人はローマとの会談を受け入れず、森や沼地に逃げ込んだ。カエサルのように根負けして引き上げるのを待とうという狙いであった。もしブリトン人が長期的なゲリラ戦に持ち込むことができていれば、ローマに勝つことができたかもしれません。自分たちの住んでる領地ですから、地形の状況には詳しいわけです。沼地や森や山、いくらでも有利に戦えるはずです。しかしそのためには、自分たちの領地の中で最も使いやすい土地をローマに明け渡すことになります。特に生活の中心となる町を明け渡すことは大きな犠牲と言えます。ブリトン人には、特に部族のリーダーたちには、とてもそんな犠牲を払う気はありませんでした。ローマと話し合い、手を結ぶ、あるいは同盟関係を結ぶという選択肢があったからです。
そのことでうまくやればローマの力を利用して逆に部族の中での自分たちの政治的社会的立場を強くすることだってできるわけです。ローマと戦うことにあまり意味がなく、ローマ化する方が都合が良かったのです。ブリトン人がローマ軍と戦うことを避けたのは、まともにローマ軍と戦うだけの兵士を持っていなかったからである。ローマ軍はカラタクスに抵抗されながらもメドウェーを渡り切ってその強さを見せつけた。カラタクス軍は橋がないため安心して川の近くに陣取っていた。プラウティウスは重装備のまま川を渡る訓練を受けたガリア兵を先行させた。続いてアウグスタ第二軍団が川を渡り、奇襲をかけて攻撃は成功した。ブリトン人はメドウェー戦線を守ろうと抵抗したが、結局テムズ川の河口まで退却させられた。浅瀬の位置に詳しいブリトン人は容易にテムズ川を渡ったが、ローマ軍は戸惑っていた。しかし再びガリア兵が先導してローマ軍はテムズ川を越えた。イーストティルベリーにつながる橋を渡ったと言われている。この頃戦いのためだと思われるが、トゴドムスが死亡してブリトン人の抵抗は弱まった。ローマ軍はさらに北へと進攻した。制圧したカチューエラウニスの本拠地の名前をウェルラミウムと変えて、さらにトリノウアンテースの町をコロニアと呼ぶことにした。これですでに友好関係にあったケントのカンティアキー族、サセックスとハンプシャーのアトレバテース族に加えて最強の2部族を制圧し、南東部全体を支配することになった。この頃クラウディウス皇帝がブリテン島にやってきた。皇帝の滞在は2週間だけで、その後ローマ軍はローマの法律と税金をこの地域に徹底させるために努力を続けた。西暦43年のブリタニア侵攻は大成功でした。多くの理由が考えられますが、最大の要因は侵攻の目的と作戦が非常に明確であったことです。テムズ川の北まで進み、ブリタニア南部で最も強力な軍隊のいたコルチェスターの町を制圧することが目的でした。当時カムロドゥヌムと呼ばれていましたが、この時名前をコロニアと変えました。クラウディウス皇帝にとって政治生命がかかったとても重要な戦いでした。万全の体制を敷いて臨むことになります。ここで思い出していただきたいのは、ブリタニアに侵攻するために新しく編成された軍隊はガリアやドイツに駐屯していた軍隊から選抜されてきた軍団だということです。ですからイタリアというよりはフランス北部の軍隊といった色彩の強い部隊です。ローマ軍が戦った大きな争いはほとんどヨーロッパの北部で起きていますから、北部の事情には通じています。カエサルがガリアを攻めた時と違ってすぐ近くの軍隊が攻め込んできたのです。ブリタニア征服の歴史を年度別に見てみると、西暦43年の侵攻は成功であったが、その後の10年間は抵抗が続いた。54年、皇帝となったネロはブリタニアの統治に迷いを感じたが、支配は続けることになった。58年まではそれが正しい判断だと思われた。しかし60年になるとイケニー族のブーディカ女王による最大の反乱が起こった。ブリタニア以外からも多くの軍隊が派遣され、反乱は鎮圧された。60年代にはローマ支配の境界線は北上した。
78年にアグリコラが総督となるとスコットランドの南部まで侵攻を進めたが、最終的にはハドリアヌスが122年頃に作った城壁が支配の北限となった。ローマはブリタニア全体を属領とするよりも個々に友好関係を結んでいった。